んにちは、ジェージョーです。チャンネルを見つけてくださってありがとうございます。楽しんでいってもらえると嬉しいです。今回のお家は全称岡崎西店というモデルハウスとなります。コンセプトは家族それぞれがおうち時間を楽しむ家、可愛すぎないコンテンポラリーな北欧テイストに仕上げたインテリアは実際のお家にも取り入れやすいアイデアがいっぱい詰まっています。それでは早速見ていきましょう。まるで2棟立っているような全称岡崎西店。右側の建物は事務所棟、左側の建物がモデルハウス棟となっています。このルームツアーではモデルハウス棟のルームツアーをしていきます。シンプルながらも可愛らしさを感じる三角屋根の外観、ブルーのオーニングや木を感じる窓モール、2階の丸窓が可愛らしさを演出するポイントになっています。外光もレンガで作ったアプローチや鮮やかな緑の芝、外観の印象と合わせてナチュラル感を感じるプランニングとなっています。玄関は 3.75 畳、あえて扉を設けずそのままリビングへ行ける空間にすることで目線が広がる設計になっています。入ってすぐ左手側には手洗いスペースを設けました。モデルハウスにご来場いただいたお客様はこちらで手を洗っていただくことも可能です。お家に入って本当にすぐの場所に設置したため、ここで手を洗えばウイルスを室内に持ち込むこともありません。壁に施したのはアドバンのヘキサゴンタイル、玄関を華やかに彩ります。窓台と一体型の飾り棚も注目ポイント。窓と棚が1本のラインでつながっているため、ごちゃごちゃせずすっきりと収まっています。玄関奥へと進んでいくと約2畳の土間収納、自転車が趣味の旦那様のための空間という想定です。後付けでどこにでも棚などを設置できるよう壁には下地を施し、さらに奥の壁は OSB ボードで仕上げています。ラフでかっこいい印象を与えてくれる OSB ボードは強度もバッチリ、壁面をいろいろとカスタマイズして楽しめる空間です。さらにこちらの土間収納には外へ出入りできる扉を設けています。自転車の搬入も簡単にできちゃいます。玄関から直結型のリビング&ダイニングは合わせて 17.5 畳、リビングとダイニングは床の高さを変えることで空間を緩やかに仕切っています。リビングのポイントは開放的な窓と吹き抜け階段、お日様の光がリビングへ差し込み、とっても気持ちがいいリビングです。壁は漆喰を採用、呼吸する壁と言われる漆喰壁は優れた調節効果が魅力です。またクロスでは表現できない質感で空間を優しく仕上げてくれるのもポイントの一つです。さらにアクセントタイルを施すことでインパクトのある空間に、コンクリートのような独特で滑らかなテクスチャーがとってもおしゃれですね。ここにタイルのアクセント壁があることで空間がぐっと引き締まり、お家の雰囲気をワンランク上のものにしてくれているように感じます。ダイニングはリビングより15センチ床の高さを上げ、さらに折り上げ天井にしています。折り上げ天井の間接照明素敵ですね。 LDK は扉で仕切られてはいませんが、床や天井の高さに変化をつけることでそれぞれの空間にメリハリが生まれました。こちらは全開放が可能、
外が過ごしやすい季節には開放してウッドデッキを LDK の一部として使用することもできます。バーベキューやお花見、お子様プールなどおうち時間を楽しめる工夫となりました。キッチンはペニンシュラタイプのものを選択。腰壁のかさぎには木を使用してナチュラル感を演出しました。照明を印象的なものにすることでシンプルでありながらもおしゃれさを感じさせる空間になっているのではないでしょうか。キッチンはリクシルを採用、収納たっぷりです。カップボードでキッチンの雰囲気や使い勝手が変わるからこそ、あえて作り付けではなく家具屋のものを置いています。自然光が取り入れられるよう天井付けで明かり取りの窓も設けました。ここも大事なポイントです。全省岡崎に指定のキッチンは全省のモデルハウスの中でも一番シンプルに仕上がってますので、標準サイズのキッチンを見てみたいという方はぜひ見学に来てみてください。トイレは壁を漆喰とタイルで施し、インパクトがありながらも落ち着く空間に。縦に伸びたヘキサゴン型のタイルがとっても印象的です。消臭効果もあると言われている漆喰を壁にあしらうことで快適な空間になりそうですね。こちらもキッチン同様、天井付けの明かり取りの窓が設けられています。洗面脱衣室は 2.5 畳、洗面はイナックスの MV、 シームレスな洗面ボウル、水がたまりにくいキレイアップ水性など、お手入れのしやすさが魅力的です。お風呂はリクシルの1616サイズ、一般的なサイズのお風呂を採用しています。内装も壁から水栓まで全てホワイトで統一して清潔感のある空間になりました。そのまま奥へ進んでいくと、最初に紹介した土間収納、玄関、リビングへとつながっていて、1階は行き止まりのないぐるっと回遊できる間取りとなっています。2階にはサロンスペースを想定した 5.25 畳の空間を作りました。お客様用のスペースとして使ってもよし、セカンドリビングのように使ってもよしのマルチに活躍できるスペースです。1階からつながる吹き抜けと大きな窓で、開放的で気持ちのいい空間です。一風変わったこちらのうねうねしたバーはなんとロフトへとつながっています。こちらは遊び心を取り入れたアイデアです。8.75 畳の主寝室はベッドを置いてある部分を一段上げることで天井の高さを抑え、落ち着きを与える工夫がされています。高さを変えるだけで一味違うという印象を受けますね。丸窓もアクセントになっています。反対サイドには 2.5 畳のウォークインクローゼット、洋服やバッグ、小物類をたくさん収納できる既製のものを入れています。2階ホールの一角には書斎スペースを設けました。吹き抜けを介して1階とつながっているため、家族の存在を感じながらちょっとした作業や書き物など自分時間に使うのにぴったりなスペースです。10.5 畳の子供部屋、男の子と女の子が2部屋分ある想定です。ポップの色使いやペンシル型の開口は参考にしていただけるポイントの一つです。さらにロフトの上は
こんなに可愛い空間が。星型の照明はシリコンでできているのでプニプニです。キッズスペースなどに採用していただくことが多い人気の照明です。以上、家族それぞれがおうち時間を楽しむ家をテーマにしたモデルハウス全称岡崎西店でした。これからも素敵なお家をご紹介させていただきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは、さようなら。